これはやった、やった。これやってなかったですね、アルペンスキーね。はい。これ、スキーのゲームですね。相当台東の初期のゲームだと思うんですけど。あ、こういう感じか。もうアクションゲームって感じですよね。まあ、ほとんど。まあ、レースゲームというかね、アクションゲームというかっていうか、まあ、そういう感覚ですよね。まあ、こういう障害物を受けていくっていう感じで。まあ、斬新ですよね、これ。スキーの言うたレースゲームみたいな感じのね。割と斬新ですよ。これ多分人ですよ。ああ、衝突しちゃったな、これ。人に当たったらダメなんですよね。完全にこれアクションゲームというかね、感覚的には。危ない。うわ、難しい、でもこれ。なんか、イカダにも見えます。ああ、またや。難しいな、これ。あんまり早く走らん方がいいってことやな、これ。なるべくゆっくりでね。でも難しいよ、これ。これ当たってまうやん。でも結構残機がありますね、これ。これ当たらんように行くのがね、難しいですよね。やっと避けれたで、俺。4機ぐらい全部あれに当たってたけど。ゆっくり行った方がいいですよね。これでもタイムがあるんか。じゃああれか、ちょっと少々急がなあかんところもあるんやね。時間もあるんやね。うわ、早っ。あと10秒しかない。ああ、難しいこれ。ゲームオーバーですね。はい。これで終わりですね。難しいなこれ。